ご覧の J:COM チャンネルでは24日土曜日に中央演舞場で行われる阿波踊りの模様を特別番組として生中継します。また地域情報アプリドローカルでは24日25日の2日間ライブ配信します。そして今年は初めての取り組みとして、日中にセシオン杉並で行われる舞台踊り踊れ高円寺セシオン2019の模様も生中継します。高円寺の夏が熱く熱く盛り上がる2日間をぜひ J:COM サービスでお楽しみください。